どうも、赤ショッピーです。今回はですね、亀の動画になります。そしてこちら、今見えてるやつですね、これゴミではありません。これはまたまたって言われるやつですね。南米に住んでる亀になります。今ですね、なかなかこの亀見ることがなくて、例えばイベント、爬虫類、福岡の爬虫類のイベントあるんですけれども、あれでももう見てても全然なんだろう、販売されてないような、それぐらい珍しいやつですね。結構ね、すごい昔はよく扱ってるね、お店あったんですけれども、ほぼ見ないですね。しかもこれワイルドのまたまたなんですけども、ペリューさんですね。で、すごくちっちゃくて可愛いです。めっちゃカメラ見てくれてます。あ、これ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 可愛いんですよ。笑ってるようにね、これ笑ってるような感じになります。面白いですね、この枯れ葉のようにね見えるボディ、ね、上から見るとこんな感じですね。で、今回は、こちらに餌をあげていきたいと思います。ちょっと生贄になるので、生贄を食べてるところとかね、見るの苦手な方はすいません。まあ、この子はね、生贄を食べるので、ヒメダカです。食べれるかな。お、狙ってますね。お、来た、食いました。取るのうまいです。めっちゃ可愛いですね。面白い面白い。これ今下からブクブクエアー出てるのは、下にエアーチューブが通ってます。ちょっと横から加えたんで、うまくこれを縦にしないと揉み込みにくいですね。今ちょっとね、この食べてる間に、一応このソイルっていうので傾斜をつけてます。この爬虫類ケージですね、この扉付きのやつ、まあ、30センチぐらいのやつですね。これを使って傾斜をつけて、奥は浅くしてます。まあ、こんな感じですね、浅い。もう指はちょっと1センチぐらいですね。またまたこんな風に潜るん で浅瀬とかで獲物が捕まえやすいところで待ち構えて捕獲します。なのでね、これぐらい爬虫類ケージのこのぐらいが小さいとちょうどいいかなと。大きくなったらですね、それだけの大きい水槽に移すといいです。結構なデカさになります。でも結構のデカさを買ってるし、なかなか見ないんで、ぜひね、巨大化させてあげてください。一応ね、ろ過もついてますよ、水中フィルター。これジェックスのカメゲンフィッシュフィルターを使って、この風に水を、ね、入れるところを出して流れを出して作ってます。で、強すぎるんで壁に当てて、こんな風に拡散してますね。これでね、流れができております。なのでメダカもこんな風に一生懸命泳いでます。そこの流れに逆らって一生懸命泳いでおります。壁にぶつかった流れが気づいておりません。亀をずっと見つめています。もう一回ぐらい食べるかな。もしですね、人工飼料とか慣れさせようと思ったら、ピンセットで口の前に与え持っていかないと食べないですね。
入りやすいサイズ、小さめのやつをふやかして与えるといいです。高評価よろしくお願いいたします。最後にこちら上からも撮ります。枯れ花読んでみます。よろしくお願いします。